イデユコゴメズナは、草津温泉のような酸性温泉に生育する得意な単細胞性構想の一群。多くの構想において、赤い色の元になっている光合成色素である、フィコエリスリンを持たないため、構想でありながら、青緑色をしている。構想の中で、最も初期に分かれたグループであると考えられている。小さなグループであるが、その得意な生態や、実験生物としての有用性、 応用的可能性などにより、比較的よく知られている。イデユココメズナに属する藻類は、すべて単細胞不動性。多くは球形であるが、シアニリオシゾンは、楕円、梱包状。細胞は普通目量な細胞壁で囲まれているが、シアニリオシゾンは、明らかな細胞外皮をかく。細胞は、単角性。ゴルジ体質面は、小胞体に面している。 またガルディエリア属は大きな液泡を持つことがある。葉緑体は細胞膜に沿って存在し、一細胞に一個だが、ガルディエリア属では葉緑体が深く切れ込んでいることがある。周ンチラコイドを持ち、ピレノイドを書く。主要補助光合成色素はフィコシアニンであり、フィコエリスリンを書くため葉緑体は青緑色を呈する。カロテノイドとしてゼアキサンチンとベータカロテを持つ。 貯蔵多糖は普通グリコゲンであるが、シアニリオシゾンではアミロペクチン。低分子炭水化物として、フロリドシド、イソフロリドシドを生成する。二分裂途中のシアニリオシゾン、光独立栄養性であるが、一部の種は従属栄養能を持ち、様々な炭素源を利用可能である。100%二酸化炭素化でも、生育可能なものもいる。亜鉛、ニッケル、マンガン。 クロム、特にアルミニウムに対する耐性を示す。またガルディエリア族では、細胞に、金、パラジウムなどが沈着することが報告されている。多くは、内生胞子を形成して、無性生殖を行うが、シアニディオシゾンはに分裂によって増殖する。有性生殖は未知。いくつかの種で、ゲノム塩基配列が報告されており、特にシアニディオシゾンは、初めてゲノムが解読された。 新核藻類である。マ、ま、タシアニリオシゾンでは同調培養や遺伝子、導入系統が確立されているため、モデル生物として様々な分野で用いられている。イデユコゴメ類の生育環境、草津温泉の岩竹、ワイマング火山渓谷、ニュージーランド多くは、酸性、高温の温泉に生育する、温泉もであり、またその周囲の岩の表面、噴霧項付近にも生育する。 塩分濃度十パーセントでも生育可能な種もいる。また岩の内部に生育し、弱光、乾燥耐性が高いものもいる。さらに環境 DNA 研究からは、常温、中性の土壌や洞窟などにもイデユコゴメ類が生育することが示されている。得意な生育環境や光合成色素蘇生、単純な細胞構造のため、その分類学的位置については、卵巣、緑巣、 クリプトも、ハイロも、構想など様々なグループに分類する意見があった。進化的位置についても、卵巣から、深刻藻類への進化過程にある生物とする考えや、卵巣を細胞内共生させた生物とする考えなどがあった。その後、構想との類縁性が多く指摘されるようになり、分子系統解析からも、このモグンが構想に属することが指示されるようになった。 その得意性から、比較的古くから独立の綱とすることが、提唱されていた。おそらく構想の中で、最も初期に分かれたグループであり、イデユコゴメモン、または、イデユコゴメアモンとして、他の構想と分けられている。2019年現在、8種ほどが知られ、普通一目二か三族に分類される。ただし綱内の分類については、過渡的な状況にある。 環境 DNA の調査から、このモグンの中には、未だ明らかではない大きな多様性が存在することが示されている。イデユコゴメ、モズナに属する山賊の比較、及び2019年現在の一般的な種までの分類体系を下に示す。ありがとうございます。